それではツールバー一番左のツール選択ボタンをタップして、上から2番目のマジックワンドを選択タップします。続いてマジックワンド機能を設定しますので、ツールバー左から2番目のボタンをタップして、今度はカラーを選択します。続いておよそスライダーは 30% に設定してください。そして指定レイヤーはそのままで、今イを選択します。イの方に色をつけますので、イを選択します。そして閉じていただきます。そしたら続いてツールバー右上のブルーのボタンの一番左のボタンを、セットのボタンをタップして、イのとこに、イのとこの文字の内側にタップしてください。でこのようにタップできましたら、これから色をつけますので設定を行います。まずレイヤーのボタンの、一旦これを上へ上げておきます。6のレイヤーを選択して色をつけてみます。それでは色をつける設定を行います。今回は塗りつぶしでいきますので、ツールバー一番左のツール選択ボタンをタップして、下から3番目の塗りつぶしバケツを選択して閉じます。続いてこのままにしておきまして、レイヤーの何だけ6を選択をタップして閉じます。続いて色の選択をしますので、ツールバー左から3番目のカラー選択ボタンをタップして、ピンク色、ピンクも少し赤みかかったピンクを設定しておきます。それではピンクの色を今範囲選択した部分のところにタップします。失礼しました、画面は上上げとけなきゃなりません、ごめんなさい。でレイヤーは一番下で、そうしないと文字の部分が不透明ですので、間違いのないようにこのようにして家にしますと、これが反対に、先ほどのように反対にしますと黒の部分が上に重なりますので、このような形からこのような形になります。先ほどのようにこうしますと黒文字が上に重なりますので、色が見えなくなりますので、必ず下にしておいてください。そうするとこのように「い」がつきます。こうしていろいろな色をつけて遊んでいただくのもいいかと思います。さらに色をつけたい場合は、再度レイヤーの青を選択しまして、続いてツールバー一番左のツール切り替えボタンを、選択ボタンをタップして、上から2番目のマジックワンドを押して、選択します。あ、ごめんなさい、青選択して、このように選択します。下を選択をします。そして細かいとこ範囲選択する場合は、このようにして拡大して入れていただくといいかと思います。
はい、このようにして、細かい部分まで少し選択しておきます。はい、このようにしてできましたら、先ほどのように設定を行います。